皆さんこんにちは、こんばんは。レトロゲームゆっくり実況、始まるよ。本日のレトロゲームはバイオハザードの続きをプレイしていきます。前回までのバイオハザード、洋館の次に訪れたのは寄宿舎。そこはウイルスによって変異した植物の根城でした。レベッカの助力もあり、どうにかプラント42を撃破したクリス。そこでスターズリーダーのウェスカーと再会します。ウェスカーの助言で再度洋館を調査していくうちに、この状況は何者かに仕組まれた可能性があることがわかりました。洋館でバッテリーを手に入れたので、今は中庭のエレベーターにセットしに行くとこで、一斉に襲いかかるのは反則でしょう。ゾンビ犬は連携攻撃が特に厄介で、なかなかショットガンを構えさせてくれないな。ここは無理にでも距離を取った方が良さそうだ。むっちゃ追いかけてくるんですけど、もうトラウマだよこのワンコたち。ゾンビ犬の動きはほんとよくできているよな。運よく固まってくれたところを狙えたか。範囲攻撃はショットガンの強みだよね。ここにバッテリーをセットすれば、エレベーターが使えるようになるのね。あれ？でもこの上って納屋を出たところだよね。結局元の場所に戻るのでは。中庭を進むために、水門を開ける必要があったが、このエレベーターで移動できるため、本来は必要ないんだ。あ、やっぱり毎度クランクを回してるわけじゃないのね。水門が開いた状態では水が流れ出し、中庭の一部を水で覆い隠していたんだ。水門を閉じたことにより、もう水が来なくなったのね。いや、でもちょっと待って、たかが水くらい我慢して通りなさいよ。いや、ほら、装備とか濡れるとまずいから。宿舎ですでに水浸しになったでしょ。しかし、中庭からさらに地下への道があったのね。周囲は岩か、ここは地下を掘り抜いた坑道のようだな。何か採掘でもしていたのかしら。ここは悪霊産地なので可能性はあるな。もしくは実験の廃棄場とかかもな。火炎放射器、これで全て燃やし尽くしてやるわ。ここに来て新たな武器が手に入ったか。洋館でショットガンの弾もかなり使ってしまったからな。戦力が増えるのは助かるな。何か機械があるようだけど、稼働はしていないようね。他に資材もないようだし、ここは役割を終えて放棄されたのかもな。逆方向にはまだ道があったようだし、念のためそちらも確認しておこうぜ。まだ明かりは生きているようね。奥はかなり深いようだな。エンリコ。Don't come any closer, Chris. Wait, what happened? Double crosser! Don't!Hell. Umbrella. Who is it? Is someone there? Enrico. Double crosser? What did he mean by that?まず私はこれを言いたいわ。エンリコってどなたですか？ブラボーチームの隊長だよ。いやどうしていきなりトカゲ発生してんの？エンリコの剣を整理する余裕もくれないのか。まずはここを突破するのが先決だな。ふふ、この火炎放射器さえあれば、トカゲなんて敵じゃないわ。じゃあいくらでもかかってきなさい。確かに火炎放射器は強いが使いすぎると。もうだんだんなくなってんですけど、たった2体で終了ですかこの武器。もうちょっと使える武器だったらよかったんだがな。あれ？何か落ちているわね。二つ目のクランクが手に入ったんだけど。甘いな霊夢、よく見るんだ。一つ目のクランクは四角、二つ目のクランクはなんと六角だぜ。比較違い、どんだけクランク推しなのこのゲーム。さっきはこの通路も安全だったのに、いつの間にかトカゲたちに占拠されているな。洋館にやってきた奴らもここから出てきたのかしら。しかしエンリコの剣が気になるわね。エンリコは負傷してこの地下道に隠れていたようだったな。クリスを見て裏切り者と言った点、何者かの銃弾でとどめを刺された点、そして最後にアンブレラと言い残していたわね。ひょっとしてクリスは二重人格？主人公が犯人のパターン。そんなサイコホラーもちょっと見てみたい気もするが、前回読んだ保安部長へのメールも合わせて考えると、スターズ内部に敵のスパイがいるんだろうな。なるほどね。エンリコはゾンビたちではなく、そのスパイから身を隠していたのね。さらに彼が最後に残したアンブレラという言葉、あの大手製薬会社もこの事件に関係しているのか。ラクーンシティはアンブレラによって発展した都市だ。ラクーン内のあらゆる組織に、強い影響力を持っているぞ。仮にスターズ内に裏切り者がいるとして、まだ生存している可能性があるのは、アルファチームのウェスカー、クリス、ジル、そしてバリーにブラッド、ブラボーチームでは、エドワードとレベッカね。
これはひょっとして最初に亡くなったジョセフが実は生きていたパターン。ミステリーものになっちゃう。まだジルも発見できていないし、まずはこの先を調べようぜ。クランクの手回しで床が回転するのね。壁の中がむっちゃ複雑な仕掛けになっているか、はたまたクリスがゴリラパワーなのか。いや、そんなパワーがあるならあのトカゲたちをなぎ倒してほしいわね。トカゲの出現以降、ショットガンの弾薬の消耗が激しすぎるな。この先も奴らが出てくるとなると厳しい戦いになるぞ。最後の手段でマグナムがあるけど、終盤まで温存しておきたいのよね。ここにも火炎放射器がある。どうせすぐに切れちゃうでしょ。まあトカゲ2体くらいなら倒せるからな。弾薬が温存できるのは助かるぜ。おい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 、奥は大岩で塞がってしまっているぞ。さすがにこの岩は壊せないよね。どこか調べは、ここに来てお決まりのトラップ。もうホラー展開はやめたんですか。ここまで使い仕掛けのトラップはあったが、これはちょっと強引なトラップを入れてきたな。一回しか使えない罠だもんね。転がった大岩は壁を壊し、新たな道が現れました。ここにもいるのね、トカゲさん。この火炎放射器で返り討ちにしてやるわ。こいつ、火炎放射から逃れやがった。は？いやいや、体力はまだ十分ありましたよね。こちらの体力が一定値以下になると、トカゲは即死攻撃の首狩りをしてくるぞ。いや、そんな凶悪な敵をその辺に配置しないで。この大岩の通路には、細かなイベントがあり、先に奥を探索すると、入り口からトカゲが侵入し、逃げ場のない行き止まりでバトルをしないといけないぜ。壁の奥の狭いエリアで戦うよりは、距離を取った状態の方が戦いやすいわ。火炎放射のヒット中でも、強引に位置を変えてくるのか、当たっているからといって油断はしない方が良さそうだな。いや、もうちょっと強くしてくれてもいいんじゃない、この武器。なんかいつもと違うサウンド鳴り出した。いや、でかすぎんでしょこの雲。今度のボスは巨大雲か。この巨体なのに素早いフットワークをしているな。直接攻撃ではなく、妖怪液の散弾を飛ばしてくるのね。攻撃しながらかわすのは困難か。やった、のかしら。後ろの光っているアイテムを取ろうぜ。今さらコンバットナイフ、これで雲と戦えってこと？いやいやいや、ちょっと待て。雲の攻撃で毒状態になっているぞ。いやいや、この子雲の群れにはさすがに予感がするんですけど。しかも扉は雲の糸で閉ざされてるし。もう情報過多で大パニックだな。まずは一つずつ対処していこうぜ。子雲の群れは扉を出ると消えるので、一旦部屋を入り直した方がいいだろう。こいつらにはホラーとは別種の恐怖を感じるわね。毒は徐々に体力を削っていくが、スリップダメージではゲームオーバーにならないので落ち着いていこう。セーフルームが近くにあれば良いのだけれど、この扉を封じている蜘蛛の糸は、攻撃を与えると解除されていくぞ。だからこんなところにナイフがあったのね。火炎放射器とかでも良かったんだがな。トカゲに使ってしまったから置いてきちゃったわ。奥はまた分岐路になっているのか。毒のせいでもう体力はほとんどないぞ。ようやくたどり着いたセーフルーム。体力を回復して再出発だな。洋館の物置のセーフルームから、今回は随分長い探索になったわね。途中でトカゲやボスグモもいたし、結構やられてリトライさせられたな。もう何度エンリコって叫んだことか。このフックに火炎放射器をかけるんだろうか。元の場所に置いてきちゃったので取りに行かないとね。お、ドアの鍵が開いたか。この地下道もかなり進んだと思うけど、一体どれだけの広さなのかしら。地下を進んでいると方向もわからない。また大岩のトラップですか。まさか同じギミックを使ってくるとはね。今回の動く壁のギミックには横穴が開いており、左の面に合わせると先に進めるようだ。ドアの先は四角く区切られた部屋。色の違う床と、奥の壁にあるのは閉ざされた小窓かしら。特に調べることはできないようだな。ここでもクランクを使えるところがあるぞ。仕掛けになんでもクランクを使いたがるこのゲーム。モンスターズの標準装備にしてもいいかもな。クランクを回すと壁の一部が押し出されるようね。壁際には動かせる石像もあるし、クランクを使って、この石像にスペースを作るんだろうな。まだこの時代のバイオは、物を押すことはできても、引くことはできないのね。
さああとはあの色が違う床に石像を合わせようぜ。この部屋には何が隠されているのかしら。開いた小窓に隠されていたのは最後の書家と書かれた本でした。確か上巻を洋巻の書斎で手に入れたな。同じ仕組みならこの本の中にもアイテムが隠されていそうね。狼のメダルか、上巻から手に入れた大鷲のメダルと似たアイテムだな。さて最後にあの大岩の裏を調べてみましょうか。なぜこう動くと分かっている置き方にしたのか。大岩の奥には何やら張り紙があるな。この地下道の地図のようね。この横のスペースには何があるのかしら。はい、またバックパックの空きがない。これはもうクリスの宿命だな。整理して取り直すと、先ほどのアイテムは MO ディスクでした。 MO ディスクはこれで2つ目か。まだどちらのディスクにも何が保存されているかわからないな。上昇するエレベーターということはこれで地下道も終わりのようね。ここは中庭のようだが、まだ見たことがない場所だよな。ありがたいことに、ハーブが置いてあるな。荷物を整理したら回収しましょうか。どうやらこのくぼみに、手に入れたメダルをはめていくみたいだ。大鷲のメダルは洋館にあったけど、これ見逃していたら捜索が大変そうね。捜索範囲はこれまで行った場所全部になってしまうよな。さあ両方のくぼみにメダルをセットすると。噴水の水が引いて、中から階段が出てきました。いやそんなマジンガー Z の登場シーンじゃないんだから、噴水にカモフラージュしてまで隠すなんて、よっぽど見られたくないものでもあるのかしら。ここからさらに地下へと移動するのか。これだけ厳重な仕掛けだ。おそらくここが研究所への入り口じゃないか。なんて通勤が不便な職場。それだけセキュリティにこだわっているんじゃないか。エレベーターを降りた先では、何やら頑丈そうな扉がありました。緊急脱出口か。第一級非常事態になった時に、この扉は解放されるそうだ。ウイルスが流出したこの現状は非常事態じゃないのかしら。ここからさらに下に行くはしごがあるわね。これほど地下に施設を作ったのか。地上を散策していても見つからないわけだな。あ、ゾンビさんがいるのね。なんだか彼らに会うのも随分懐かしいわね。トカゲの反動でゾンビに癒されてる。もうショットガンの弾は5発しか残っていないからな。しばらくはハンドガンを使っていこうぜ。トカゲが出て以来、ずっとショットガンを使っていたから、逆にハンドガンの弾は余っているのよね。しかしハンドガンの火力では、ゾンビを倒すのに何発も撃ち込まないといけないぞ。ここが研究所なら、おそらく大量のゾンビがいるでしょうね。ここにも MO ディスクがあったか。これで3枚目ね。一体何に使うのかしら。手前の扉は電子ロックで入れないな。隣にプレートがあるわね。映像資料室と書いてあるな。研究についての映像が残されているかもしれないな。さらに下に行く階段がありました。まだ地下に広がっているのか。一体この施設はどれほどの広さなんだろうな。何かいるんですけど。動き的にはゾンビのようだが。なんでこいつら服を着ていないの？ほら、入浴中に感染したとか。ひょっとしたらこいつらは研究員ではなく、実験対象として連れてこられた人間が感染したのかもな。動物で実験をしていたようだし、人体を使った実験に移っていても不思議じゃないわね。ここは随分と機械が多い部屋だな。向こうに見えるのはパソコンかしら。なるほどな。ここで電子ロックを解除できるわけだな。ブラウン管を見た。世代を感じるわね。アンブレラのロゴが出てきたぞ。この施設はアンブレラのもので間違いないようだな。しかし大手製薬会社のはずのアンブレラが、どうしてウイルス実験なんてしていたのかしら。ひょっとしたらウイルスとともに。嫌なログイン入力って。キーは一文字ごとに入力。しかも文字数はわからないか。これは適当に入力して当てるのは難しそうだな。パソコンは置いておいて、周囲の調査を優先しましょう。これは映写機のスライドだな。映像資料室で使えそうね。後で回収しておきましょう。次の調査は、階段降りて奥の方にあった扉だな。
随分と薄暗い部屋ね。明かりが生きているといいが。何かの記号が書かれた絵画があるわね。裸の男女とリンゴのようだな。この絵はエデンの園なのかもな。しかし記号の意味がよくわからないわね。部屋の隅には動かせる本棚があり、その後ろにはスイッチが隠されていました。青、ブルーライトのスイッチだったようだな。研究員の手紙。親愛なるエイダへ、エイダ、今君がこれを読んでいるということは、私はすでに私でなくなっているということだ。今日の検査の結果で思った通りの反応が出た。陽性だ。もうすぐあんな姿になってしまうかと。思うと、気が狂いそうになる。エイダ、君は今のところ感染していない。こんなことはないかもしれないが、もし君が最後の一人だったら、映像室に置いてある資料を持ち、動力室に行って起爆装置を作動させた後、ここから脱出してほしい。そしてマスコミを使って、ことの全てを公にしてくれ。正常に機能していれば、ここのロックはすべてセキュリティシステムで解除できる。これには小実験室にある端末から、私の名前でログインし、さらにパスワードを入力すればアクセスできるようにしておいた。パスワードは A だ、君の名だ。映像室の RB2 のロックを解くには私と君の名でアクセスした後、さらにもう一つのパスワードを入力しなければならない。下に念のため暗号で記しておいたが、君ならすぐにわかるはずだ。これが私の最後の頼みだ。もし変わり果てた姿の私を見かけたらええだ。君の手で楽にしてくれ。君の順より、パスワードに書かれている記号は、あの絵画にあったマークだな。そうね、でも謎解きの前に大事なことに気づいたわ。ここに書かれている A 職場のパソコンなのに、彼女の名前をパスワードにするなんて、しかもパスワード3文字。まあ、最後に彼女に思いを託したんだ。多少のロマンスはそっとしておこうぜ。しかしこれでログインネームとパスワードが分かったな。残るはもう一つのパスワードだが、意味不明だった記号が、A 文字に変わっているわね。なるほどな。ブルーライトをつけると、A 文字が映し出されるのか。手紙に書いてあったマークと、対応するアルファベットを調べていくと、M、O、L、E、モールか。モールというとモグラのことなのかしら。スパイ、の隠語としても使われるそうだな。さあこれで必要な情報は揃ったわ。パソコンに入力して、ロックの解除をしましょう。ログインネームの方はジョン、パスワードはエイダだ。見せてやるわクリスの高速タイピング。おいおいクリス、左手が動いてないぞ。ひょっとしたらクリス君は事務仕事が苦手かもな。タイプライターは扱えるのに。さてパスワードを入力して、どうやら無事にログインできたようだな。地下2階と3階、どちらもロックされているドアがあるようだが、この際だ、両方とも開けてしまおうぜ。パスワードの追加入力を要求されたわ。ここで絵画の記号で書かれていた、モールと入力すればよいのね。こちらも無事にアクセスできたようだな。これで地下2階にある映像資料室のロックが外れたようだ。地下3階のロックも外しましたが、まずは上の階から調べてみましょうか。ジョンの手紙によると、この映像室に重要な資料があるそうだぞ。広そうな部屋ね。まずは棚から順に見ていきましょう。研究所、警備システム資料、ヘリポートの資料は政府関係者及び経営幹部に限られる。なお、事故発生の際はこの限りではない。ヘリポート搭乗用通路、顧問研究員か警備所長の同行がないものの入室は認められない。未確認の侵入者は直ちに射殺せよ。エレベーター、緊急災害時には機能を停止させる。映像資料室を特権部管轄の下に設置する。利用に関する裁量権は、キース・アービング室長に委任するものと定める。牢獄の使用は衛生管理部門がこれを管理する。ウイルスを実験体に投与する場合は、顧問研究員、E. スミス、S. ロス、A. ウェスカーの同行を必須とする。ちょっと待って、A. ウェスカー？アルバート・ウェスカーじゃないですか。あのサングラスが裏切り者なの。まあ落ち着け。まずは文書の続きを見ていこうぜ。36区のドア、すべてのパスコード書類を提示しないものの入室を禁ずる。パスコード書類は、各ブロックの研究主任が、専用の出力装置によって作成したもの以外認めない。動力室、本社派遣の監督官以外のものの入室を禁ずる。なお、顧問研究員が特別な指示を受けた時はこの限りではない。パスワード出力装置、研究主任以外のものが、パスワード出力装置を扱うことを禁ずる。最重要機密事項、
ていうウイルス投与によるタイラント経過報告について、以下判読不能。はいはいはい、まずはこれを言わせてください。あのサングラスを叩き割ってやりたい。まあ思い返せば色々と辻褄が合うよな。スターズのリーダーなら、作戦方針にも関与できるだろうし、我々をこの洋館に呼び込むのも不可能じゃないな。最初に別れてジルと二人になったところで彼女を連れ去り、寄宿舎で会った後に、トカゲたちを洋館に向かわせたのね。保安部長のメールではスターズとの実戦データを取りたいとあったからな。ご丁寧にこちらの弾薬まで補充した上でな。弾薬くれたのでいい人だと思ってたのに。ということはジルはすでに奴の手に。それはまだわからないぞ。道中にはジルらしき人影はなかったし、この研究所の場所を知っている奴なら、ここに幽閉している可能性だってある。そういえば、資料には牢屋についても書かれていたね。パスコードが必要とあったな。他にもヘリポートや動力室と気になる単語が出てきたが、最後に書かれていたタイラントが謎だよな。確か保安部長のメールには廃棄しろと書かれていたし、タイラントも研究の成果なのかしら。もうこの部屋過密すぎる。どんだけ準備が押し込まれてんのよ。こういう時こそ範囲が広いショットガンを使いたいが、もう弾薬が全然残っていないか。ここはハンドガンで丁寧に排除していきましょう。まあゾンビたちはトカゲに比べたら遅いしな。この人数でもハンドガンで十分対処できるだろう。さあこれで全員排除できたかし。まだ生きてんのこいつ。フワックス送信先、衛生管理部門統合本部長、送信元、ラクーン特権部災害対策委員会。このメモランダムは、関係者以外の者が閲覧することを厳禁する。また本書類の内容が了解され次第、破棄されなければならない。今回の T ウイルス流出の件について、当委員会が実地調査を試みたところ、被害の概算は当初の報告をはるかに上回るものであると推定される。第一に、実数についての正確なデータを得ることは、現状では非常に困難であるが、研究員の半数以上は T ウイルスに被爆した時点で死亡しているとみられる。また、生存者のほとんど全ては、T ウイルス感染者特有の症状が重度に現れており、死亡者数はさらに増加するものと思われる。第二に問題となるのは、セキュリティシステムがかろうじて作動しているものの、特務警備隊もほぼ全滅の状況であり、我が社の最高機密に属する研究事項が、無防備のまま外部にさらされていることである。特にこの点は一刻の猶予もなく対策を講じられたい。そして第三の問題として、これは第二の問題と重複する点もあるが、実験体の多くがその制御を失って暴走している状況である。実は我々が見たところ、研究員のうち、実験体に殺害されたと思われる死者が決して少なくないのである。その死体は惨殺されたというにふさわしいものであり、くしくも我々の研究の成功を裏付けるものであるが、このままでは報道機関に、憂慮すべき材料を提供してしまう可能性も極めて高い。総じて事態は極めて深刻である。これらの事態を鑑みるに、中途半端な T ウイルスの隠蔽は全く不可能と言わざるを得ない。望むべきは根本的で早急な解決策であると我々は考える。特にラクーンにおける、州警察やスターズの介入は迅速なものと思われる。この方面においても何らかの手を打つべきだろう。もう積んでますよこの状況。この文書がここに放置されていたということは、宛先の本部長とやらももうお亡くなりになっているだろうな。どうやら事態はアンブレラの思惑からも大きく外れているようだ。奥にはパスコード出力装置があり、ここで MO ディスクを使うのね。後で持ってこようぜ。映像室のプロジェクターには、研究室で拾ったスライドが使えるようです。アンブレラ、生物兵器広報用資料、生物兵器ときたか。MA39、ケルベロス。こいつはゾンビ犬だよね。FI3、ネプチューン。寄宿舎の地下にいたサメね。MA121、ハンター。こいつの顔はトラウマです。まさか生物兵器として作られていたなんて、道理で強いわけね。D002、タイラント。これが例のタイラント。他の生物兵器と比べると随分と人間に似ているのね。はい、右のサングラス知り合いです。こいつ全然隠す気がない。あのサングラスは変装用とかではなかったのか。奴はこの生物兵器研究機関の開発スタッフだったんだな。MO ディスクにパスコードを記録しつつ、奥を調べていきましょうか。
あなた方がこのことを行い、あなたの子、あなたの一人子さえ与えることを差し控えなかったゆえに、創世記ということは、これは聖書の一節のようだな。これで一つ目のパスコードを手に入れたわ。パスコードは三つだったな。MO ディスクはすでに集めているから、あとは出力装置を探すだけだ。手前の扉はまだ鍵がかかっているのね。こっちのドアの先は動力室か。確かジョンの手紙には、動力室に起爆装置があると書かれていたな。起爆装置というと、この施設ごと爆破するのかしら。これだけゾンビやら生物兵器がうごめいているからな。施設ごと爆破でもしないと、対処しきれないだろう。爆破するにしてもまずは脱出経路を確保しないとね。ここでセーフルームがあるのは助かるな。タイプライターでしっかりセーブしておきましょう。まずはこの T 字路を順番に調査していこうぜ。この部屋は、手術台と、配線が繋がった機械があるな。手術室という割には不衛生そうな部屋だよね。ここでショットガンの弾薬補給は助かるな。トカゲことハンター数匹分な。ちょっと待て、その先には怪しげなスイッチが。ちょ、ガスが充満したんですけど、どう見てもあの通風口に入る流れでしょうが。いや、部屋をよく見ろ。あの木箱で先にガスを塞いでから、階段を動かすのが正解だ。こっちにもガスが来てるんですけど、隣の部屋にまで影響を与えるトラップだったか。ガスの中にいると、どんどん体力を失い、最後はゲームオーバーになってしまうぞ。ここは速攻で部屋の中を調べて脱出しようぜ。ここにもパスコードの出力装置があったのね。おい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 、もう体力はほとんどないぞ。これだけ保存したらさっさと出ましょう。私は確かにあなたを祝福し、あなたの種を確かに増やして天の星のように、海辺の砂の粒のようにする。あなたの種は、その敵の門を手に入れるだろう。これで二つ目のパスコードもゲットだな。さあ早くこの部屋から脱出するのよ。まさかここに来てトラップでピンチになるとはな。T 字路の奥も調べてみましょう。ここは、エレベーターか？動力が来ていないようだな。近くに動力室があるから、そちらを調べてみましょうか。最重要機密は地下4階にあるんだったな。ということはエレベーターを復旧させる必要があるのか。動力室はこの先にあるのね。ここが動力室か。どこなんか天井張ってるんですけど、あんな生物仕様にはなかったわ。動きがかなり素早そうだな。しかも増えてるし、さすがにショットガンをこれだけ食らえば、奴らもただでは済まないだろう。なるほどね。天井に張り付いてこちらの攻撃を回避するのね。さっき補給した弾薬がもうなくなったな。次に出てこられたらハンドガンを使うしかないぞ。電源供給パネル、これで電力の操作ができるのかしら。動力室にはさらに奥のエリアがあるようだな。もう至るところにいるんですけど、あの化け物。しょうがない、最後の手段、強行突破を使うしかないわね。ここが三つ目のパスコード出力装置だな。そして、あなたの種によって、地のすべての国の民は必ず自らを祝福するであろう。あなたが私の声に聞き従ったからである。すべてのパスコードが揃ったな。早く脱出しようぜ。いや、ちょっと待って、まだこっちに通路があるわ。ここまで来たんだから、奥まで見に行きましょう。電力の回路接続スイッチ。スイッチを操作すればエレベーターの復旧ができるのか。これで地下4階への道が繋がったわね。起爆システム。これがジョンの手紙に書かれていたやつね。まだ脱出経路は確保できていないからな。起爆は待った方がいいだろう。さあ T 字路に戻ってきました。あれ？まだ動力落ちてる？奥のスイッチを押してみようぜ。今度は無事復旧したようだな。クリス！ここに来てレベリカさん参戦。自力で研究所までたどり着いたのか。Rebecca, you're safe. I saw you in the garden. I've caught up with you at last. Well, I'm glad you're all right. Don't go out alone. Yes, sir. さあいよいよ、この研究所の最重要機密が明らかになるわ。タイラントとやらもそこにいるのか。無言、コミュニケーション頑張って。いやいや、これから向かう先は、この事件の核心、お互い集中力を高めているんだろうぜ。
ここが地下4階か。果たしてこの先に何が待ち受けているのか。Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. What do you mean? Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the stars? Now you're wrong! I was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to face anything. Even getting rid of you vigilante stars. Now, the worst possible situation has occurred. The failure of the experiment created a virus, a biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with the tyrant virus. I lost some of my stars' team members because of it. You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Really? Yeah, like this. Rebecca! Don't move. If you do, I'll kill you. Chris, I have something to show you. Now, walk.おいおいおい、レベッカがやられてしまったぞ。せっかくここまで生き抜いてきたのに、あのサングラス絶対割ってやる。こいつが最重要機密、タイラントか、クリスの倍以上ありそうな体格だな。こいつとは戦いたくないわね。This? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it! Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? You can make sure yourself.Whether Tyrant is a failure or not. 究極の生命体、タイラントか。今までの生物兵器の研究の末、この化け物に到達したというわけか。弱点っぽい心臓がむき出しなんですけど、すんごい脈打ってんな。タイラントを出来損ないと嘲笑したクリスも、目の前に立たれると威圧感で後ずさってしまうな。Go to hell! Jill will join you too. What? Don't come this way! No! お前が先に地獄に行くんですか？全然制御できていないじゃない究極生物、うっかりウェスカーか。いや、こんな生物だけ残して先に行かれても、次の標的に狙いをつけたみたいね。You can't kill me. さあ究極生命体、タイラント戦だ。この時のために温存してきたマグナムの力を見せてやろうぜ。そう、ここでお知らせしたいことがあります。なんだ？装備を入れ替えるの忘れちゃった。ハンドガンしか持っていません。アホかー。しかも回復アイテムも忘れてきたのか。ウェスカーさん何か持っていませんか？パッと見た感じではイベントアイテムみたいなものもないな。こうなったら手持ちのハンドガンでどうにかするしか。ウェスカーの亡きがら調べすぎ。幸いタイラントはノロノロとしか近づいてこないから、しっかりと距離を取って撃てば、ダメージは最小限にできそうね。あとはハンドガンの弾だけで、こいつを倒しきれるかだな。ハンドガンの弾は全部で27発。ハンドガンの火力からするとちょっと心配ね。こんな時にマグナムがあれば、アイテム確認はしっかりしましょう。倒れちゃったわよ究極生命体。びっくりするほど弱かったな。いやきっとこれは、私の正確な射撃が奴の心臓を捉えたのね。腰あたりから血しぶきが出ていたけどな。そういえばウェスカーはジルより先に地獄へと行っていたわね。言葉の通りならまだジルは生きているのかしら。地下3階にパスコードで封鎖されている扉があったな。牢屋があるとしたら、まだ未調査のその先だろうな。Ha! It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. I see. How about Captain Wesker?
He is sleeping with the ultimate failure. Hurry up! I want to get out of here! そうね、防弾チョッキを着ていたら大概はなんとかなりますよね。ウェスカーが頭を狙わなくて助かったな。Excuse me, Chris! What, Rebecca?I saw a research file in this lab. It said that a great deal of research on the tyrant virus exists right here. We should blow this place up! Rebecca が過激なことを言い出したぞ。We are already into it over our heads. Rebecca, can you do it? Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. See you outside the house.さてこのままではレベッカが起爆装置を起動させ、施設を爆破してしまうわ。手遅れになる前にジルを探さないとな。いやもう起動してんですけど、あの子行動が迅速すぎ、優秀すぎなところがあだになったな。パスコードで閉ざされた扉はここだな。よし、すべてのパスコードを打ち込んだぞ。ロックはちゃんと外れたようね。Jill! Are you there? Chris?Jill, you're all right. Yes. Wesker is here. He's... Oh, I know. Anyway, let's get out of here. ようやくジルと再会できました。玄関ホールではぐれて以来だから随分と前に感じるな。Let's get going. ジルはウェスカーによってずっとここに幽閉されていたようね。さあ物語は最終局面、もう弾薬を温存する必要はないわ。このコルトバイソンの力を見せてやる。あのしぶとかったゾンビが一発、とんでもない威力ねマグナム。いや、本当はタイラント戦で使う予定だったんだがな。この扉も解放されているようだな。ヘリポートへの道は地下1階と書かれていたから、おそらくこの先だろう。まだ上空から探してくれてたのね。しかし通信機の送信機能は壊れているぞ。どうにかブラッドに知らせる手段を考えないとな。ヘリポートで手を振っていたら気づかないかしら。There is 3 minutes until explosion. I made it! I set off the triggering system to the bomb! Great! Rebecca!Brad's up in the helicopter! Look at those monsters! Let me take care of them! What? Chris, get in contact with Brad right away! Okay! いやもう時間がないんだから、一緒に上に行きましょうよ。この流れは、まだラスボス戦がありそうだな。まあさっきと違い。今度はアイテムの整理も万全、マグナムの十分な弾薬と、回復アイテムで、どんな相手が来ても負ける気がしないわ。結局、ショットガンやハンドガンの弾はほぼほぼなくなったからな。絶妙にアイテム数を調整されているな。画面上に出ているカウントダウンが終わる前に、ブラッドのヘリを呼ばないといけないのね。信号弾か、これならヘリからでも気づくんじゃないか。いつの間にか夜が明ける時間になったか、恐ろしく長い一晩だったな。お願いブラッド気づいて。だんだんヘリの音が近づいてきているぞ。ブラッドは信号弾に気づいてくれたのか。ありがとうブラッド、オープニングで置いていったことは忘れてあげる。ブラッドも結局一晩中捜索してくれてたわけか。ヘリの影が見えてきたな。もうこんな場所からおさらばしようぜ。早くジルとレベッカを呼びに行かないとね。
張りきましたラスボス戦。やはりハンドガンの弾だけではタイラントを倒しきれなかったようだな。しかし今度はこちらにもコルトバイソンがあるわ。今度こそその心臓をコッパみじんにしてあげる。いやちょっと待て、お前ダッシュとかしてくんの。最終戦は敵も行動パターンを変えてきたか。研究所内では覚醒しきれていなかったようだな。やば、こいつ全然ひるまない。ダッシュで詰めてからの爪の振り上げ攻撃か。この攻撃をかわすのは困難だな。まだ回復には余裕があるので、相打ちになってもコルトバイソンをぶっ放していきましょう。制限時間があるからな。回避に専念するわけにもいかないな。あなたは神ですかブラッド。ブラッドが落としたのはロケットランチャー。今後のバイオシリーズでおなじみとなるリーサルウェポンだ。これさえあれば怖いものはないわ。一応弾数があるからな。外さないように注意しろ。そんなこと言われると手が震えるでしょうが。さあまずは距離を取って構える時間を確保ね。これでとどめよロケットランチャー。その掛け声はちょっと違う。さすがの究極生命体も、ロケットランチャーの直撃で体が吹き飛んだようね。こうなってしまったらもう復活は無理だろう。ヘリに乗る前にこれだけは確認しておきたいわね。あのヘリは確定性でしょうか？もう疑心暗鬼になっているな。クリス、ジル、レベッカを回収して、ブラッドのヘリが飛び立ちます。爆破時間までもう猶予はないぞ。研究所はウイルスごと爆破し、これ以上感染が広まる前に抑えられたのね。さて、初代バイオハザードをクリアしたがどうだった？ハンターがマジ怖かった。動画ではカットしていますが、何度あいつのせいでゲームオーバーになったことか。もうトラウマものだな。物語冒頭のホラーはほんとよくできていて、ローポリのせいか不気味さも増して感じたわ。やはり画面切り替えの演出が秀逸だったな。階段を登る音だけでもうビビるもんね。またゲーム的な調整もよくできていて、特に弾薬の制限はいい味を出していたわ。前半はゾンビを倒していくとすぐに弾が切れて、どこかで回避しないといけないから、雑魚的なはずのゾンビが、十分な恐怖対象になっていたな。あとはやっぱり世界観とテキストだよね。ここから今でも続くシリーズや大ヒット映画につながっていくんだもんな。まあゲーム的なギミックはやりすぎた感があるけどね。さて3本にわたってクリス編の動画をまとめましたが、バイオハザード1にはマルチエンディングやジル編があります。次回の動画でイベントやエンディングなどをダイジェストでまとめて締めようぜ。それでは皆様ご視聴ありがとうございます。本日はこのあたりで、また続きの動画でお会いしましょう。またなぁ。チャンネル登録、評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくな。